豪快なテクニック。今年のテーマ、左青のグローブ、上顔ポープラムック。まずは立ち上がり、上位見ながら左のミドル、 まず火を吹いてくるから、ハイキック、ミドルからハイへ。当然蹴った側にもダメージが残ります。パンチワーク、ロードを固めています。とにかく過酷なトレーニング。我々はオランダでアンディサーが一番いいと、はい、うわー、いい、ワンツー、右引く、はい、でクラウスが勝ってる、その翌年はね、元拷問対決だったわけですが、ここがブアカオのこのミドルの直後のハイキック。1ラウンドの途中で勝利。さあ第2ラウンドが始まりました。リポートです、熊川アナウンサー。左のフック、アンディサワーの方が少ないということになりますが、左のミドルキック、キックくる、シュートボクシング、その世界大会を制しております、アンディサワー。動くると思うんですけどね、はい、アンディサワーの裏側を打ち破るからですね。左、世界一を決めるアンディサワーに裏側を、アッパーから右のフック、拳のゲームシンで世界を決める、そうですね、最も大切なラウンド。大きな差はついてないと思うんですよね、はい、あのテミドル、ミドル、高速ミドルは2発、パンチョが変わりました。そうですか、勝っています、ハッサン、はい、赤コーナーのアディショナルタイトル、ここが誇り、ムエタイの誇りと、ワカオにとっては去年の決勝と同じく4ラウンド目に入りました。まずはサワーのコンビネーションが上がらない、右のストレート、アンディ・サワー、まもなく1分、最後の1分に何が待ってるでしょうか、という部分もあるでしょう。左のミドル、ミドルキック2発、このエクストララウンドは2ラウンド用意されていますが、このラウンドで決着が、これが最後のラウンド、パンチのスワー、アンディ・サワーさん、本当に。すごい精神的な勝利。ミドルキック出せるか、まもなく残り1分半、キラン勝ち、勝負です。そうですね、さあまず最後まで両者立ち続けるのか、それとも倒す場面が出てくるか、はい、前蹴り踏み込んでいくサワー、10秒